あ、そうそうそう。だ、あの、ジョンのさ、まあ、吉田君的に、ジョンの最高傑作、まあ、ビートルズの最高傑作で、A Day in the Life が一番最高傑作だっていうことを、まあ、以前ね、聞いたけど、まあ、あれ結構、ポールも加わってる、まあ、共作ということもあって、純粋にジョンの作品として、一番これはすごいなっていうのは、なんかあるのかな、ジョン、あの、やっ吉田ぱ君は。クロスザユニバースじゃない？アクロサイネバース、おお。また、これはまたね、名曲ですよな。かの我々の同志でもあるやっぱ、イニシャル SSY。はい。存じております。存じております。はい。SY さんもはい。良いと言っていた。おお。そこはもう意見が完全に一致しているということで。おお。ねえ、あれもまた、なんでしょう。ねれれれれれ。もうね。なんかあのね、浮遊感のある、ね。いい曲だよね、あれあれも。すごいよね。あれは何なんだろうなーって、本当に。やっぱさ、変幻自在だよね。ハードな曲も書けば、ああいう曲も書けるっていうね。ああ、やっぱり、あそこに行き着くのかね、やっぱ、ジョン派の人は。まあでも、わかる気はする、なんか。ねえ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 ね
アクロスザユニバースか。なんだろうね、あれ別にあのまあいわゆるドラッグ的なこととはまた関係ないと思うんだけど、うん、やっぱアンニュイなね、アンニュイな方向でね、うん、そうだからやっぱジョンってさ結構後年はアンニュイな曲調にだんだん移っていった感はあるよね。うん、まあでもやっぱ結構それが比重高いよね。ね、うん、それがまたいいんだよね。うん。うん、そうそうそう。もう初期がギラギラしすぎてたってのもあるかもしれないけどね。うん。うん、だからそっか、クロスザユニバースか。あれもさ結構いろんなバージョンあるよね。なんだっけ。あるね。うん、なんかこう子供たちの声が入ってるバージョンとか。うんうんうん、おお炭酸水が。うん、ね。だから本当に何でも。ありというか何でもできるというか、そこはね、ジョンっていうね、やっぱりなんだろう、まあ後期、まあよくさジョンはこう後期になってからポールにバトンを渡してしまったみたいなこと言うけど、後期は後期で結構いい曲がね、うん、多々あるよね、うんうん、まあ確かに、まあ、でも悲しみをぶっ飛ばすとかも好きかな。悲しみをぶっ飛ばす、ああはいはいはい、あるね。そういえばそうだ、あれもそうだ、ジョンか、そうだあれジョン、そっか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 、そうしてみると本当もう多様性というものはもう先取りだよね、うん、もう完全に、うん、へえ、やっぱ面白いなそういう話を聞くと、うん、でじゃあ、うん、ジョンがソロになってから好きな曲は、あそうだ、ソロ時代の好きな曲っていうのは聞く、どうですか、結構ねあるけど、うん、これはこれで悩みどころかなっていうね、うん、なあ
構やっぱね、まあ名曲、うん、結構粒揃いですからね、やっぱね、やっぱ、ね、うんうん、いやむずいか、まあむずいよね、まあなんか結構、うん、そのやっぱはやっぱそのウォール・オブ・サウンドで、おやっぱパワー・トゥ・ザ・ピープルいいかな、あれもまたいいね、うん、なんかね、うん、そう、まあやっぱ奮起する感じ、ジョンの曲では珍しい、ね、非常に生命力あふれる、ね、そう、生命力あふれる感じ、いいよね、確かに、マザーもいいよ、マザーもいい、マザーいいよね、うん、うん、ゴーンって始まってそう、やっぱさ、パート・ザ・ピーポーはさ、なんかどうしてもさ、内田裕也が頭に浮かんじゃう、あの都知事選でね、あのね、うん、なぜか歌ったっていう、まああれはみんな当時びっくりしたけど、うん、今ね N 国の、まあ今は違うか、ね、元 N 国代表の人とかがもうむちゃくちゃやったりとかして、もう何でもありになっちゃったけど、当時ね、うん、内田裕也が Power to the People を歌ったっていう都知事選の政見放送で、まあ多分 YouTube に上がってると思うけど、いやあれはあれはどうかなっていうね、まあ内田裕也でもね、やっぱ好きなんだね、やっぱ、うん、本当ね、そう考えるともう亡くなった人が多くて悲しいっていうのはあるけどね、いや本当そうだよ、